死を予言する方針市長生はレイの頭上に落ちようとしていた。ラオウに飛行神経臭をつかれたレイは激痛とともに体が徐々に破壊され、3日後に死ぬ運命を背負う。だがレイはその限られた時を愛する女のために使おうとした。自分に愛というものを教えてくれた女マミヤのために。マミヤは己の肩にある紋章に苦しめられていた。ユダ、なんと六星剣の一人、妖精の師匠の紋章。マミヤの両親を殺し、マミヤに戦うことを宿命づけた男。レイブは絶え間なく続く苦痛を抑え立ち上がった。マミヤを紋章の呪縛から解放するために、マミヤの心の傷を消し去るために、マミヤの幸せを取り戻すために、最後を飾る男は決まった。すまぬ、お前まで争いに巻き込んでしまった。いや、俺はお前たちに感謝している。あとは死に方だけの問題だ。第6話、凶悪なる紋章。雑魚が千匹かかってこようと俺は倒せん。マミヤに戦うことを宿命づけたのはユダ。レイ、やはりユダが好きか。いずれ俺は死んでいくに愛など求めぬ。あの女の心の中で生きていたい。激しい戦いに耐えられる状態ではない。刺激でなければ取り返しの力に傷を負わない。から先は通さぬ。
きたまりやがれ。行こう、時間がない。
通ろうってのか。You
Ah!
ダはどうやらこの先にいるな。行こう。どうせは頭を裏切る。
かかってこい。なんと威力尽残。聞こえる。ユダの嘲笑う声が。